カンザス州の農地を写した衛星写真。トウモロコシや小麦といった作物が区画ごとに入れ替えられて栽培されている輪作は農業の手法の一つで同じ土地に別の性質のいくつかの種類の農作物を何年かに1回のサイクルで作っていく方法。これに対し1種類の作物を育て続けるのは探索。同じあぜで同時に複数の作物を育てる方法を今作。 あぜごとに交互に違った作物を同時に育てるのを観作という。探索栽培では単純な環境のため、それに適した虫の密度が著しく増えるので、大面積の探索栽培ほどその作物に頼って、暮らす多量の特定害虫を育て上げることになり、しばしば害虫の大発生を招く。このため混作、観作輪作などをすれば、空間的。 時間的に複雑な環境を作れるので、これらに依存する昆虫も多くはなるが、密度の高い特定の大害虫を作り出すことも少なくなる。また、栽培する作物を周期的に変えることで土壌の養分や微生物のバランスが取れ、収穫量、品質が向上する。これらにより、連作障害も防げる。1サイクルは通常5年ほどだが、10年近い場合もある。 輪作については古代ローマ時代の書物にアフリカ、アジアの文化として記されている。中世から20世紀までヨーロッパでは、ライ麦、冬の小麦、春のカラス麦、大麦の3年周期の輪作が行われてきた。4種類の輪作はフランドルで16世紀初期に生まれ、18世紀にイギリスの政治家チャールズ・タウンゼンドによって広められた。4周期輪作は、 イギリス農業革命に大きな意味をなした。前述のように林作は作物の種類を変えることで農地の環境を変えて害虫の増加などを抑制するのが目的のため、例えば中害防止のためなら変える作物が同一種の昆虫にとって価値の異なった異質なものでないと林作の意義がない。悪い例として岩手県北上山地でかつて行われた。 ヒエ小麦大豆があり、この林作では大豆を食料とするヒメコガネ生虫が、大豆の葉を食べて、栄養を蓄え、畑に多数の卵を産み、次に孵化した幼虫の生育期には、格好の餌であるヒエが栽培されるので、大量の幼虫がヒエの根を食害するため、これが原因で、北上産地では、ヒエが何年かに一度激しい中害を受け、収穫がほとんどない年もあった。 AB 加藤陸奥、15工作地の動物、原色現代科学大辞典4動物一組また、山著、学研、1967年、P389。加藤陸奥、15工作地の動物、原色現代科学大辞典4動物一組また、山著、学研、1967年、P379。 abcdefghi 木島都夫著伝統農法を生かす家庭菜園の科学講談社ブルーバックス2009年2月20日第1冊発行 ISBN 9長7840億6257万6307加藤陸夫十五工作地の動物現職現代科学大辞典4動物1組また三著学研1967年 P389 から390ありがとうございます。